おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もシェアハウス、今日も僕は監視する実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、そのケチャップ事件の犯人がゆずちゃんだと思ったら、なんと相川さんの仕業だったというね、全部ゆずちゃんに罪をなすりつけるためにやっていたことだったっていうことで、容疑者がゆずちゃんとあかねちゃんだってことにはまだ変わりないっていうところですね。まあ他にまあみつばちゃんとか富士さんとかの可能性もワンチャンあるかもしれないけど、どっちか二人なんじゃないかなって感じです。で、今回から5日目なのでどういう展開になるんでしょう。さあ早速やっていきましょう。続きから。5日目。時刻は午前3時。雨かな？窓を打つ雨音で目を覚ますと、俺は監視室にいた。いつの間にか寝ていたみたいだな。あれから富士に相川を任せて部屋に戻ったが、俺は眠らず監視を続けていた。富士に相川を見張らせているとはいえ、完全には信用できないし、ゆずと茜に至っては何も分かっていない。目をつむるより、こうして監視している方がよほど心の平穏を得られた。そうだよな。結局朝まで監視を続けたが、何も様子は変わらず。俺は一度部屋に戻り、着替えを済ませてリビングに向かった。ちょっとだけ寝落ちしてたくらいで一睡もしてないみたいな感じ？あら。ゆず、ここはどうするの？そこは黒く塗りつぶしてもらえる？はみ出しちゃったわ。ああ、大丈夫大丈夫。これ使って。リビングでは、おなご人がテーブルに向かい何かに取り組んでいるようだった。何やってるんだ？おはよう、白田くん。持ち込み用の原稿。急ぎで手伝ってもらってるの。そう言われて覗き込むと、制作途中の原稿が散らばっていた。シロだ、暇なら手伝いなさい。悪いけど、俺は少しでも時間が惜しいんだ。断りの返事を返そうとしたところで、あれ、アカネ。ん？俺はアカネの前髪についたゴミを取るべく手を伸ばした。何するの？パシン。え？伸ばした手は振り払われ、その場は水を打ったように静まり返った。ごめんなさい、シロだ。いや、ゴミがついてたから。今のはシロだくんが悪い。急に触られたら驚くに決まってるでしょ？ユズが冷たい声で俺をたしなめ、アカネを自分の方へ引き寄せた。まあまあ、二人とも、シロだも悪気があったようには見えなかったですけど。少しうろたえたように、三つ葉がその場を収め、気まずい空気を置き去りに俺は部屋に戻った。どうしたんだろう、あかねちゃん。確かに俺が不用意だったかもしれないけど、ゆずとあかねの反応は過剰すぎじゃないか。何かそこに、二人の裏を暴く手がかりがあるかもしれない。え？何？二人は共犯とかってあり得る？どういうこと？5日目チャプター1、冷たい態度。待って、警戒レベル 40% から始まんの？マジか。何その、え？どういうこと？0% から始まらないんだ。みつばちゃんだけいないね。とりあえずその富士山の部屋でどう監視してるか、見ようか。ああ、部屋が狭い。最悪だな。お前は喋ってないと死ぬ生き物か何かか。少し静かにしろ。よしよし、富士は言いつけ通り監視してるな。行くか。富士の部屋には、不満そうな相川と富士の姿があった。よしよし、ちゃんと監視しているみたいだな。ムカつく顔しやがって。失礼だな、この殺人鬼め。おっと、俺を殺し損ねたから殺人鬼と呼べないな。ははは。でもよ、シロダン。結構俺も困ってるんだぜ。何に困ってるんだ？
行く先々こいつと一緒だからさ、女子たちに変な目で見られてんだ。そもそもお前は変な目で見られてるんだ。今に始まったことじゃないよ。そうなのか？でだ、逆にその女子たちに変な行動はなかったか？変？ああそうだ、玄関と廊下をミツバがうろうろしてたぞ。ミツバか。じゃあ引き続き相川の監視よろしくな。監視を任せるなんて感心しないな、つって。さて、相川はこいつに任せるとして他を当たろう。ガムシ。かわいそうだな、富士山。なるほど、じゃあ玄関に行けばいいってことみたいだけど、ちょっとリビング見てみるか。こんな感じでいい？うんうん、上出来。二人は作業を続けてるな。うん、言っとくか。リビングでは、先ほどに続いて茜とゆずが作業を進めていた。ここまで手伝ってもらえたら十分だよ。ありがとう。ええ。茜？別に気にしてるわけではないのだけれど、さっきは反射的に。わかってるわかってる。でもね、茜、私の前では正直でいてね。一体何の話なんだ？今朝の茜の過剰反応と何か関係があるのかもしれない。そう思い、立ち聞きを決めた時だった。何やってるの、白だ。うわぁ！白だ？ちょっと白だくん、まさか聞いてた？ゆずが般若のような形相で俺を睨みつけてきた。うんうん、何にも聞いてないよ。仕方ない、二人を探るのは後だ。ストーリー進展、立ち聞きをしているとゆずに睨まれた。じゃあ玄関行こう。三つ葉が玄関と廊下をうろうろしてるって藤が言ってたっけ。行こう。あ、白だ。振り返ると三つ葉が落ち着きなく俺に声をかけてきた。どうしたんだよ。あのね、お願いがある。もじもじと俺をチラ見する三つ葉の顔は恋する乙女のそれだった。まだ三つ葉は俺のこと好きなのか。参ったなぁと思う反面、話を聞くくらいは男としてやるべきだと思った。なんだ、言ってみろよ。うちの代わりに、ポスト見てきて。え？クズの頂点少女のライブチケット、当選結果が届いてるはずだから。いや、自分で見ろよ、そのくらい。お願い！当選したら声かけて。落ちてたら、何も言わなくていいから。ほう、受験結果を待つ学生みたいだな。そうだね。三つ葉の人生を左右するほどのバンドには間違いないけど。そうして俺は仕方なしに手紙を取りに向かった。なんかあんのかな、手紙。ライブライブ、あれ？開封して確かめるが、全てがダイレクトメールで、ライブチケットらしき封書は一通もなかった。この場合は一応三つ葉に知らせておくか。うん、後で捨てておこうって、ダイレクトメールだから。うん、ライブチケットの当選結果の手紙は届いてなかった。え、これさ、声かけたらさ、当選したって勘違いしちゃうんじゃないの？あら、なんかリビングに二人でいるね。あれ、富士は？富士さんは？あれりりり？あ、相川と茜？富士のやつ、監視しとけとあれだけ言ったのに。え、ワーニングなの？どうして？え？行こうか。何の用だ。二人が神妙な面持ちで話し合ってるのが見えて、俺は立ち聞きをすることにした。知恵を貸してほしいの。人の殺し方について。な、思わず声が出て、二人が俺を振り返った。あら、シロだ。ん？二人の手にはいつか見た台本が握られていた。そういえば茜、オーディションを受ける予定だったな。ごめん、邪魔しちゃって。変な動きは特にないよな。うん、相川は茜の練習相手をさせられていた。あ、富士山どこ行ったのよ。ちょっとちょっと、あ、誰もいない。
うわー、そうだった。警戒レベル高いんだった。 60%。 誰？おお、怖っ。白だ。ちょっといいか。なんだ、もしかして俺を。あ、そんなかったるいことするかよ。めんどくせえ。なんで俺が。相川は何なんだ、何を企んでいる。どうしよう。ん、え、どう返事。何、正直、ん、正直に話してみる。何を企んでる。あ、ったく。女性陣がリビングに加湿器を置きたいんだと。なんでそれを相川が。知るかよ、仲がいいって思われてるからだろ。ああ、んじゃ伝えたからな。相川はそう言って部屋から出て行った。案外女性に弱いのかもな。うわ、よかった。さて監視を続けよう。まあ富士山はいないから、じゃあとりあえずミツバちゃんに声かけてみるか。あー、心臓が破裂しそう的な。ミツバのやつ俺を待ってるな。絶対勘違いしちゃうよね。ミツバ。嘘。うわー、ガバ。ミツバに抱きつかれ、俺は後ろに転倒した。大丈夫、死んでない。いや、よかったよかった。幸い後ろに鋭利な角とかそういうのはなかった。あの、ミツバ。ありがとう、シロだ。うち死んでもいい。届いてなかったんだ。は？だから、当選結果の手紙は届いていなくって。嘘！もう、うちの嬉しみ返して、的な。なんで怒られてるんだろう。おかしいな。なんで届いてないんだろう。とにかく俺の役目は果たしたからな。それじゃあ。ああ、冷たい。かわいい。ミツバに目当ての手紙が届いてなかったことを伝えた。よしよし。で、あ、落ち込んでるじゃん、ミツバちゃん。とりあえずじゃあ、まあ、ゆずちゃんに声かけとくか。先にこっちを終わらせて。声かけづらいな。あら、声かけづらいんだ。でも声かけちゃう。ゆずは机に向かって黙々と作業を進めている。確か急ぎの原稿だったな。今声をかけるのは良くないかもしれない。ああ、じゃあ声かけられないんだね。困った。じゃあ落ち込んでるミツバちゃんのとこ行くか。なんだこの画面越しにも漂ってくる凄まじい負のオーラは。行くか。どういうことです？届いてないって何？聞けばミツバは自らポストを確認しに行ったのだという。そんな悲観せずとも、当選結果は明日には届くかもしれないだろう。今日必着って書いてあったんだよ。おかしいよ。もしかしたら、ミツバ以外のファンにも届いてないんじゃないか。あ、うちってばちょっと、いや、だいぶ混乱してた。ありがとう、シロだ。それからミツバがスマホから顔を上げることはなかった。で、俺は、ミツバの世話焼きに来たんじゃない。どうしよう。リビングはこれ変わんないでしょ、多分。何？あ、そっか、そうだった。見続けちゃうと多分これ死ぬんだろうな。ということで、じゃあ富士山探すのかな。あかねちゃんの部屋とか。ああ、違うか。トイレとか、トイレに入ってるとか。おいいじゃん。やったぜ。コンコン。入ってまーす。多分、富士だよね。この間抜けな声は、俺は声を潜めて、トイレの扉越しに話しかけた。おい、富士。バカ、声がでかい。相川を見張れっつったよな。
いや、勘弁してくれよ。トイレすら行くな、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 にゃんほん。トイレすら行くなっていうのか？あー、トイレ、トイレね。でもトイレは仕方ないと思うんだよな。ただ、やっぱ連れションしろってこと？え、じゃあ、お前トイレ長くないか？藤は一向に答えない。まさか。その瞬間、ある可能性がよぎった。俺は昨日藤に助けられたせいで、藤に少し気を許し始めていた。その隙を狙って、俺を殺す可能性は十分に考えられた。3秒以内に答えなければ、俺はお前を今すぐこの家から追い出す。ああ、おおい、何答えろって言うんだよ。3、2、ちょー、1、ギョルルルルル。なんだそれは、返事のつもりか？ふざけるな。ああ、腹が痛いんだよ。トイレ出た後いくらでも調べてくれよ。その後待つこと15分。長っ。開放感に満たされた藤が出てきたところで、俺はトイレをくまなく調べた。おかしい。あ、何がおかしいんだ？おかしい。驚くほど何もなかったな。何もないんかい。うん、トイレに行ってただけね。了解。うん、ああ、シナリオ準備中ですね。オッケー。5日目チャプター2。見つからない手がかり。情報もまだまだ足りてない。何か見落としがあるのか。じゃあ今日はこれくらいで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。今のところまだまだ誰が怪しいとか分かってないですね。でも私の予想では今回はあかねちゃんかな。今回こそあかねちゃんかなって思ってるんだけど、どうかな。予想が当たってほしいけど当たってほしくないね。続きをお楽しみにしていてください。というわけで、次回に続きまーす。おつぴよでーす。